シドニー行きを決めて1週間、日本の選手たちが予選の集大成の戦いに臨みます。最終予選 C 組の最終戦、アウェーのタイとの一戦です。ナジャマンガラ競技場はバンコク北東部にある新しい国立競技場、現地時間の午後5時を回ったところです。小雨が降り続いています。この試合の模様は加藤久志さんの解説、そして実況は町田がお伝えしてまいります。では早速 C 組の現在の状況です。日本が3戦全勝、1試合を残してシドニーへの切符をつかみました。タイはここまでまだ勝ちがありません。勝ち点はわずかに1です。それでは今日の両チームの先発のメンバーです。まず日本ですが、何人か選手を入れ替えてきました。ゴールキーパーは南、ディフェンスはおそらく左にはエスパルスの戸田が入ることになると思います。そして中盤の、彼が本来やっていたポジションですが、中田浩二が守備的な位置、稲本と組むことになると思います。左本山、右明治、そして中央に中田のいないところには中村俊輔でしょうか。フォワードは小島が今日先発の出場です。日本チームはタイに遠征したメンバーからゴールキーパーの都筑と右の膝の裏を痛めた遠藤が登録メンバーから外れています。一方のタイのメンバーです。これまで3試合を通じて主力になってきたメンバーが中心ですが、17番をつけたフアン・プラコープが今日先発の出場です。東京の日本戦で得点を挙げた11番のトンスクが今日キャプテンマークを巻いています。タイは先日までキャプテンマークを巻いていた8番のスラシアンと19番のストッパージャンイムが今日出場停止です。今日のレフリーはバーレーンです。レフリーはハミードさん、アシスタントレフリーはスルタンさんとアリさんです。選手を入れ替えてきましたトルシエ監督です。こちらはタイのピーター・ウィズ監督です。バンコクは雨季から寒気に変わるところですが、このところ天候不順、ぐずついた天気が続いています。今日の天気は雨、気温が25度5分、湿度 90%。 バンコクとしますと日本選手にとってはしのぎやすいコンディションです。今日の解説は加藤久志さんですが、加藤さん、はい、トルシエ監督が何人か選手を入れ替えてきました。そうですね、フォワードの小島、それからディフェンスの戸田を入れましたけども、チームとしての目標を達成しましたんでね。あとはやはりバックアップの層を厚くするということで、彼らのテストっていう意味も非常に考えていると思うんですね。はい、日本選手にとっては一つ今日は怪我に気をつけなければいけないというところもあると思いますが、今日の日本に期待されるところ。そうですね、やはり一人一人の選手、特に今まで出番の少なかった選手はですね、自分の力をここでですね、一番最初に監督に見せたいと、次は日本の皆さんに見せたいという気持ちがあると思いますけども、やはり一人一人の今日はですね、やはり一人一人の選手の、チームの中での役割どの程度できるか、ここに注目したいですね。さあ今試合開始のホイッスルです。すでにシドニー行きを決めている日本とタイとの一戦です。
あ、日本が比較的相手ゴールに近い位置からプレッシャーをかけてきます。さあタイのチャンスになるか。ディフェンスを応対するのは戸田です。細かくつないで、あっと奪って日本、稲本から前へ、小島へというボールでしたが、これはつながりません。まあ、今の日本の選手たちを見ていますと、やはりディフェンスラインの左に戸田が入っていて、中盤の底を稲本と左に中田浩二というコンビになっています。さあ平添、オフサイドありません。今度は日本のチャンスになる。中に本山が入ってますが、この最終予選4得点の平瀬、日本のコーナーキックになります。立ち上がり早々日本のコーナーキック、いやゴールキックです。今日は昼過ぎにだいぶ強い雨、雷を伴った雨が降ってグラウンドがぬかるんでいます。そうですね、かなりスパイクがですねピッチの中にこう、めり込むような感じありますからね、相当降りましたね、これはね。中田浩二から戸田へ、そして稲本、キャプテンの宮本へ、右には今日も中澤です。前に送ってくる。さあチャンスになる。おっと滑ってしまいました。初めての先発出場になります小島ですが、加藤さん、このあたりは、まあ、今立ち足がですねやはり芝生が柔らかすぎて立ち足が滑りましたからね、まあ、今日はこういうシーンが結構出てくると思いますね。このところの日本の戦いと同じように一つ 中澤から前線の選手への長いフィードがありました日本です。今日はフラット3の左に入っている戸田、中澤、宮本、日本はこれ立ち上がりじっくり回していこうという考えなんでしょうか。そうですね、タイの方がですね、もうちょっと前から早めに出てくるかなと思いましたけども、意外といい位置で奪った日本、引いてますよね。ですから後ろのラインは自由に回せてますけども、この辺りの足元のテクニックはタイの真骨頂です。左のスペースへ中澤の対応です。まあ、今日の試合、まあ、日本もタイも肩の力が抜けた状態ですね、意外とやはりリラックスして立ち上がりからハイタックル入りました。稲本入ってますね。もう一度タイに出ます。まだタッチ割ってません。稲本から中澤、中田浩二です。そして戸田、あっと簡単に相手に渡してしまいました。まあ、今のは戸田のイージーミスに見える場面でしたが、そうですね、まあ、この中盤のハーフウェイラインのですね、まあ、ちょっと前ぐらいからフォワードがディフェンス入ってますんで、あの辺中盤につなぐボールはみんな狙ってますからね、タイの選手がね。なかなかこの日本がボールを奪うんですが攻撃につなげていくことができません。ここも奪ってタイです。逆にタイは守りを固めた中から選手が飛び出してきます。キャプテンマークのトンスック、国立での日本戦で日本のミスをついて1点を挙げた選手です。ここは日本のファウル。今日はこの稲本と中田浩二が中盤の底ディフェンシブなポジションを取っている日本です。中に入れてくる。あ、オフサイドアピールしていますがオフサイドはありません。加藤さん、今は宮本はオフサイドを取りに行ったんでしょうか。いや、ああいう時にですね、
あの手を上げるような形の、まあ、トレーニングっていうんですかね、あの意識づけがされてますから、まあ、手を上げてもプレー止めてませんからね。なるほどなるほど。逆に奪った中から平瀬を使いました日本です。戸田から戻して宮本、中澤、この前の右サイドにはいつものように明神がいます。ここはオフサイドです。飛び出したのは中村俊輔だったでしょうか。先日のシドニー行きを決めたゲームの後には涙も見せていた中村俊輔ですが、まあ、今オフサイドにはなりましたけどね、ええ、あの前線の選手を追い越して出ていく、ああいうプレーは非常にいいと思いますね。右に中村俊輔です。ここのポジションでいいボール、ええ、中村出てきますよね。左サイドよりも右サイドに行った方が僕はあのゴールに絡む仕事は彼の場合多いと思いますね。なるほどなるほど。あの先日のカザフ戦の平瀬の2点目のアシストをしたボールも右サイドからでしたね、はい、まあ、ややあの真ん中寄りからですね、今日は日本はゴールキーパーがこの最終予選初めての登場になります南、ディフェンスラインは右から中澤、宮本、戸田、中盤のディフェンスのポジションに右に稲本、左に中田浩二、サイドハーフは右に明神、左に本山、中央には中村、そして前の2人は平瀬と小島です。このあたり、まあ、なかなかあの前が空いてませんからね、まあ、中澤それから戸田のところがですね、やっぱりボールが最後に出ていく時に彼ら2人がボール持つシーンというのは結構多いと思いますけどね。さあ中に入ってくる、さあチャンスのシュートに来たサイドネットだ。日本の最初のチャンスはサイドネットでした。この小島のスピード、そうですね、まあ、小島にがディフェンダーにですね競り勝ってうまく抜けてましたけどね、シュートも抑えていいシュートでしたけども、わずかに外でしたね。この試合最初のシュートは日本小島です。まあ、先ほどからお話に出てますが、タイが比較的守りを固めていて日本がなかなか攻めあぐんでいる、はい、こういう時にですね日本この立ち上がりの時間帯考えていくことというのはどんなことになってくるんでしょうか。やはりですね、中盤につなぐボールでですね、不用意な捉え方をしないということだけはあのディフェンスライン意識しておいた方がいいと思うんですね、はいはい、まあ、ボールを支配してですね自分たちのこういうミスが出ないようにすれば、やはり後半足が止まってくる場面が出てきますから、はいはい、そういう意味では、まあ、しっかりですねボールを失わないように、まあ、してじっくり戦っていけば後半必ず空いてきますからね。さあスペースに出ます。チャンスになる日本。さあチャンスになる。最後はこう水溜りでボールが止まってしまうように見えました。まあ、小島平瀬にですねいいボール出したんですけど、ちょっと弱かったですね。おっしゃる通り少しこう水が溜まっているような感じですからね、もう少し強めに蹴って よかったと思います、ね、小島がこの立ち上がりから先発に起用されて意欲的なプレーを見せています。さあ日本最初のコーナーキックです。向こうからは本山になります。正面に入れてきてタイのヘディングクリア。前線に送ってきますがオフサイドです。タイがラインを上げてきました。この宮本からのボールになりますが、まあ、監督はですねピーター・ウィズになってから、ええ、非常にタイのサッカーもですね今までの、ま
まあ、多少最前線と最後尾がこう広がってたサッカーから非常にコンパクトに、あのラインを狭めてやるサッカーになってますし、まあ、この試合もチーム作りのですね、一つのステップとしてはですね、非常にいいステップ、あの試合になると思いますね。まあ、そのやり方そのものは変えずに、この大会、まあ、4試合ともですね、タイは自分たちのやり方っていうのをずっとキープして、あのチームでやることは見えますよね。さあ日本に出た、あっと奪われました。さあまた日本、グラウンドコンディションのこともあるんでしょうか、ちょっと日本の選手たちがボールを失ってしまうケースがこの立ち上がり目立ちます。稲本、中澤、中澤は今日ここまでは前線に効果的なフィードはまだありませんが、ゴール前に入れてくる、こぼれてまたシュートに来た、ディフェンスです。さあタイがカウンターに入ります。ラジャマンガラ競技場から歓声が上がりました。そのタイのカウンターを遅らせて日本の守備という場面です。戸田の対応、日本ボールになります。日本の左サイドは今日は後ろから戸田、中田浩二、そして本山という感じになっています。さあタイボールのフリーキックになりますが、中に入れてきて、おっとヘディングだ、中澤のヘディングは南です。あっと加藤さん、日本の選手たちがなかなか思ったようなプレーができてないように特に中盤で思うんですが、そうですね、まあ、今日はあの、まあ、タイの暑さというのがですね、あの本来ならば問題になるところですけども、今日の気温でいうとそれほど、まあ、問題にならない、まあ、少しこう汗のかき方がですね、まあ、湿度も高いですしあれかなという感じしますけども、まあ、やはりそのピッチコンディションとプレーをまだ合わしきってないという、そういう感じがしますね。さあ裏に来るか、宮本のカバーリングです。よく入りました宮本。それとですね、まあ、今まであのタイの日本とやる試合を見てますと、やはり日本をこう怖がっても戦ってるなという感じがありましたけども、今日はまあ彼らある意味ではもうノーチャンスで、今日の目的はもう日本に一泡出してやりたいと、はいはい、まあ、それでさあシュートに来た、いやー危なかったですね。抑えた、いいシュートが来ました。タイ前半の13分です。13番のパラ、これはあのボールが止まらないでですね、逆にあのスリップしてボールスピードが加速していきましたからね、ちょっとヒヤッとしましたね。おそらくこの最終予選初登場の南もヒヤリとしたことと思いますが、宮本、今日はこの辺りでタイにボールを奪われるケースが多くなっています日本です。2番はパジャッカター、中澤の対応、あの辺はあのタイの選手がですね、やはり本山へのボールをきっちり狙ってますから、まあ、前半に関してはタイの方は意外とディフェンスの組織っていうんですか、出足そういうものはあの持ちますよね。ただこれは後半になってくるとですね、回され続けてる、まあ、歪みっていうのが出てきますから、
まあ、日本は本当にじっくりこうやってサイドを変えながらですね、薄いサイド、あの相手の守備が薄いサイドを使って、まあ、攻めていくと。本山です。本山得意のドリブル入ってくる。日本ボールのフリーキックです。得意の内側に切れ込んでくるこの本山のドリブル。そうですね、まあ、この辺の地域になった時に、やはり一人がですね、無理してああいうふうに数的優位を崩していかないと相手の守備は崩れませんからね。なるほどなるほど。あの本山君のやっぱりドリブルの力っていうのはですね、日本にとっては本当に貴重なあの部分ですよね。さあコーナーキックを除くと最初のセットプレー、フリーキックは最初ということになりますが、あるいは直接来るんでしょうか。中村俊輔カーブかけて入れてくる。近いサイドを低いボールで狙ってきました。稲本に合わせてきた中村です。いや、いいボールでしたけどね。タイのディフェンス入ったのは3番のポール・アンディです。さあ向こうからのコーナーは2つ目になります。ペナルティースポットのあたりに中澤がいますが、その中澤のヘディングシュート、一つ息をつきました中澤です。前半17分、コーナーキックから中澤のヘディングシュート。今はですね、タイの方が、まあ、平瀬にニアポストで国立競技場でやられましたから、はいはい、あそこを厚く守ってましたからね、まあ、それの裏をかいて、まあ、中澤のちょっとゴールから遠いところで合わせましたよね。今の中澤のヘディングシュートで日本前半は3本目のシュートということになります。ただこの日本のこの序盤の戦いぶりを見ていますと、はい、無理やりこじ開けていこうと、はい、腕力に頼った攻めという感じではありませんね。そうですね、まあ、あのこの最終予選の、最初なんかはですね、後ろからやはり前にあの長いボール入れると、はいはい、あんまりあの つなぎをですね、あのやらない、省略したようなボール多かったですけども、今日は、まあ、それほどですね、あの、まあ、日本の最終ラインも怖がってませんよね。ここまで前線へディフェンスラインから長いボールが出たのは中澤から一つ、宮本から一つ、それぞれ一つずつぐらいだったでしょうか。その中澤、中村俊輔、中村俊輔には国立の時と同じように21番のウォンブッティがマークについています。ここのボールですね。中に繋いでくる。あっと、ここは戸田のインターセプトです。いや、今はですね、まあ、相手がですね、やはりちょっとこう工夫が足りなかったっていうんですかね、まあ、日本のディフェンダーに読まれてましたけども、これからまたオリンピック出てですね、ああいうシーンが出てきたら、あの辺はやはりあのシーンを作らないようにですね、しないとですね、日本はあの苦しくなると思いますね。その一つ前で積んでおかないと、はい、さあチャンスになる。タイシュートに来た。ディフェンダーに当たってます。13番のパラです。ゴールキックになってます。ディフェンスに当たったようには見えましたが、あの位置から加藤さん、2つ日本はシュートを打たれたことになりましたけれども、はい、そのこと自体はどうなんでしょうか。いや、最終ラインがですね、やはりあのペナルティのラインというのを一つ基準にしてですね、あそこまでずるずるこう引くような形 の, あの
まあ、トレーニングって言うんですかね、あんまりあの3バックフラット3でデコボコを作らないということを原則にしてますから、まあ、この相手だとですねミドルシュートもやはり枠に飛んできませんけども、あのまま引きすぎるとやはりピンチになるっていう相手が来たらですね、やはりちょっと苦しいなと思うんですよね。おっとチャンスになる、日本オフサイドがない、シュートに来た、日本先制点、前半の21分平瀬が決めました。平瀬は最終予選5得点目ということになります。本当にまあ、苦しい場面っていうんですかね、拮抗している場面でいいとこで点を取りますよね。これは本当ラッキーなボールの出方しましたけども、シュートは本当にパーフェクトでしたね。さあ加藤さん、この1点がどうでしょうか、タイの選手たちの心理面精神面に与える影響というのは。まあ、この試合の勝ち負けというよりもですね、やはり自分たちのこうスタイルっていうんですか、それを固めるっていうような形 の、 今やり方をずっとやってますから、まあ、そういう中でああいうふうなほころびがですね出たっていうことで、ちょっとまあタイにとってはショックな1点だったと思いますけどもね。まあ、もうもちろんオリンピック出場の望みはないタイですけれども、地元でそのオリンピックに出る日本相手にしていいところを見せたいという気持ちはあったと思うんですね。まあ、あわよくば日本を、まあ、土をつけてやれという気持ちはありますよね。それがこの1点を前半の20分過ぎに失ったことで気持ちがどう変化が出てくるでしょうか。この放送はタイの放送局が制作をした映像でお楽しみいただいています。コンスクから、ただこの辺りは後ろからのサポートはまだ意欲的なタイです。今も稲本がですね、早いチェック行きましたけどね、あの辺日本のディフェンスは非常にいいと思いますね。ここ空いてしまった、ミドルシュートに来たが、まあ、これでミドルレンジからのシュートが3つ目ということになります。また13番のパラ、このタイだけじゃなくてカザフスタン、ウラザエフという選手とかがですね、まあ、中盤ミドルレンジでボールを持った時かなり空いてるからやはりシュート行くんですよね。ですから日本のディフェンスラインのラインの作り方がですね、まあ、このランクだと本当に枠にシュートが飛びませんけども、やはりこのラインのランクでもやはり打ちたくなる開け方をしているってことですよね。まあ、この辺はこれからまあオリンピックの本大会行くときに一つこう改善していくっていうんですかね、みんながやはり課題として。おっとこれもクロスがないチャンスになる、キーパーかわしてボールが止まりそうになりましたが日本の2点目、また平瀬です。前半の24分、3分間に2点を入れました日本。ここで中田浩二だったでしょうかね。これもまあ、中田がですねパースをヘディングで止めて、まあ、オフサイドギリギリだったんですけどね、まあ、これも本当に、まあ、日本にとっては日本が崩したというよりは、まあ、こぼれてきてラッキーな点ですけどね、まあ、この辺平瀬を落ち着いてゴールキーパーをかわしてますしね、これはまあ、監督がですね、まあ、オフサイドというアピールをしているんだと思うんですけどね。平瀬はこれで最終予選6得点目ということになりました。
まあ、タイの方もあのキャプテンのスラシアンがですね、今日出場停止ですから、まあ、そういう影響は出てますよね。ホームでこの前半の半ばの段階での2失点ですタイ、うん、まあ、日本はリザーブに市川北島、またシュートに来た。おっと南掴みきれませんでしたが、この辺がやはりちょっとですね、まあ、日本にとってはですね、負けてもっていう感じ、あのみんな思ってないでしょうけど、どっかで抜けてる部分はありますね。やはり集中が欠けてる部分はね。もう一度コーナーになります。あ、今集中集中という声も聞こえましたが、うん、そうですね、やはりこういう試合っていうのは非常に日本の選手にとっては難しい試合ですよね。この試合に臨む選手たちがもうシドニーの本大会に向けてのサバイバルがスタートするんですという その、そういう意識はあの選手個々はですね、あの持ってますし、なんとかここをこの試合でいいプレーをしてですね、自分があのレギュラーを、まあ、取りたい、メンバーに入りたいという気持ちはですね、ものすごく強いと思いますね。左の本山、立ち上がりから15分ぐらいは中盤でボールを奪われることも多かった日本ですが、この中澤からのボールは雨のグラウンドを計算に入れたのか、ちょっとやはり中澤からのフィードっていうのは少しあの雑なところありますからね、あの辺も日本としては少し改善するところですよね。まあ、この試合に限らず最終予選を通じてロングボールの精度というんでしょうか、まあ、守備の時には体の強さを生かす中澤ですが、いや、いいボールですね。あ、いいボール出ました、ね、さあチャンスになる日本。ゴール前、平瀬が手を挙げてタイのディフェンス入りました。今は大きなサイドチェンジからチャンスが生まれかけました日本です。ワンツーで来るですね、中に入れてきて、ただタイは人は揃っています。25番はリベロのパンピです。まあ、今ぐらいボールを早くですね、正確に回したらタイはやはり人がいても守りきれないという場面に出てくると思いますね。非常にいいあのワンタッチのプレーですよね。あ、ここも高い位置からプレスをかける日本です。あ、この辺りが中澤の課題ということになってくるでしょうか。明神、中村、あとこの中村のプレーはファウルです。うん、しかしあの今いい追い込みしましたよね。まず明神が追ってその後中村が行きました、はい、いや明神があの置いていかれましたからね、まあ、この辺本当中村左サイド、まあ、本山のアウトサイドのポジションやらされたりですね、まあ、真ん中入ってきてやはり自分がプレーしたいと、まあ、この間の国立ではですね途中から入って、はい、まあ、彼のこう才能っていうんですか十分にアピールしましたけどね。日本が2対0とリードしています。いずれも平瀬の得点、21分と24分です。サイドを変えてくる。あ、後ろから戸田でしょうか、オーバーラップをかけてます。中には平瀬と小島、まあ、こうやって囲まれてもですねボールを失わない、まあそこに
かなりあの人数寄ってきますからね、それからサイドを変えると逆サイドは楽ですよね。明治外を使ってきます。そして中に入れてくる。もう一度日本です。中村また右に開いて小島がどうするか、勝負にかかるか。浮かしてきてサネハのパンチング。あは、今は小島は合わせたんだと思うんですけどね。今ね、今日初めての先発出場の小島です。まあ、小島も今日アピールしてですね、まあ、控えには北島も入ってますし、多分今日の試合出てくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この試合でいいとこ見せたいという気持ちは強いでしょうね。内に絞っている明神です。空いたスペースには中澤。先ほどは攻撃参加を見せた今日ディフェンスラインに入っている戸田です。宮本中澤が抜けてくる。ワンツーで中澤抜けてきて、やっと最後は打ち切れない。はっはー、中澤がゴール前にドリブルで切り込んできました。こういうふうにですね、前が詰まっているときは一人が後ろからやはり長い距離走るとかですね、今みたいに長いドリブルで出ていく、今稲本とうまくワンツーしてですね、完全に抜けましたけどね、ちょっとこうキーパー見すぎたような感じありましたね。いい攻撃参加ですよ。ああいう風にして早くボール回せば、今タイがもうゴール前に人数がもう8人ぐらいいましたけどね、そういうところもやはり早くボール回すってことで崩せますよね。中田浩二からですがオフサイドです。今日2得点の平瀬。この中田からの前線へのボールというのは加藤さん、この最終予選通じていかがですか。まあ、フラット3のまた日本チャンスか。いや、今日は相手がチャンスをくれますね。何か平瀬はタイのチームには気に入れられてるんでしょうか。まあ、このシリーズ、まあ、最終予選、非常にいい仕事をしてますけどね、まあ、ある意味ではこう、まあ、ピークっていうんですかね、そういう状態で、まあ、平瀬が日本をこう引っ張りましたよね。本当にもちろんシュートを決められなかった場面もあるんですが、ここというところで欲しい時に点を取っている、そういう印象が残りますね。本当に競り合っている時の、やはり一歩前に出る、そういう大事なゴールを決めますよね。サイドを変えて日本、稲本から明神、そして中村です。また今度は左からゴール前に平瀬と小島がいます。ここはタイのディフェンスの対応です。おっと、いや、この辺取られてからですね、非常に周りの反応がいいですから、タイボールになります。前半は残り手元の時計であと10分少々となっています。2対0、日本リード。ただ2点目も失った後もまだタイはホームということもあるんでしょうが、それほど気持ちの上で切れてしまったようなところというのは見られません。今日は中盤の中央、攻撃的な位置の中村俊輔です。中田英寿はイタリアに戻っています。
ここまで間もなく前半残り10分というところですが、加藤さん、今日左サイドに入っているディフェンスの戸田、はい、そのディフェンスの面ですが、まずいかがですか。いや、あのラインの作り方に関しては問題ないと思いますよね。まあ、彼個人 の、 あの問題というよりこれからの問題といったらやはり3人の並びの問題っていうんですかね、あの深さの作り方の問題というのは出てくると思いますよね。まあ、力のもっと上の相手とやるときにですね、その3人のラインの、まあ、引き方とかですね、はい、そういうところがやはり、まあ、今のままでいいかなっていう感じは僕はしますけどね。今日もミドルシュートを3つ4つと打たれている日本です。こういう持った時にあの中盤の選手がですね、まだ入れる時はいいんですけども、中盤を越えられた時にさあタイムチャンスになります。ダイレクトで入れてくる。ここはタイの選手がいなくて助かりました日本です。タイボールになります。今日は中田浩二と組んでいる稲本ですが、まあ、完全にあの一時のですね、あのちょっとこうスランプみたいな状況からもう復活しましたよね。まあ、膝の怪我もその時はありましたがね、はい、さあまたミドルシュートを狙ってきた。加藤さん、タイの側から見て、はい、ミドルシュートが多いこと、はい、いやですからあの、まあ、一つはなかなかその今のラインからですね、さらにディフェンスラインの裏を突くようなボールをなかなか出せないということもありますけども、ドリブルで入っていってやはりコースが空いてる、打とうという気になるんだと思うんですよね。そのくらいにこういい具合に空いてるわけですね、はい。まあ、日本の方はあの、まあ、ここから打たしたら大丈夫だっていう感じはディフェンスラインの選手持ってると思うんですよね。ただこの相手だったら大丈夫ですけども、もっと上の相手になった時にですね、もう少しあの寄せを厳しくしてないとやはりゴールの枠にすごいシュートが飛んできますからね。あの南米選手権でもこれはフルダイフの方になりますけれども、はい、パラグアイのベニテスに強烈な先制のミドルシュートを浴びました日本です。あ、いい、あの、あ、戸田が寄せてましたね。戸田はあの国立での対戦は途中から出場して中盤の左サイドに入りましたが、フラット3の左サイドに入るのは今日が初めてです。この最終予選こういうところなんですよね。あ、来ますね。危ない、シュートに来た。おっとわずかにポストの右、助かりました日本です。17番のフアン・プラコープです。いや、これ もしリプレイ出たらですね、まあ、今の場面でも中澤がギューッと中に引いていくんですよね。まあ、これは一番最後のシュートを打った場面です、この前の場面前にあの中盤の選手がペナルティーエリアにかかってくるようなところですね、はい、そういう時に、まあ、もう少しボールサイドにスッとカバーリング入った方がいい場面だなという時に、まあ、3バックがですね、まあ、その距離を変えないというのは一つの原則みたいな感じで、まあ、それにちょっととらわれすぎているかなという、そのあたりの臨機応変さといいますか、そうですね、一番危ないところをまず消しに行くという、はい、まあ、今もですねやはり個人的にドリブルとか、あるいは速さを持ってない選手でしたから、あの辺でやはりアルゼンチンとかですね、ブラジルあたり、まあ、ヨーロッパの、まあ、ヨーロッパがベストメンバーをオリンピックに出してくるかどうかという問題ありますけども、まあ、そういうランクの上の相手になった時にあのぐらいスペースあったらですね、やはりペナルティの中に入ってこられますから。前半40分を回りました。2対0日本リードです。まあ、日本は、まあ、今回も一次予選も
得点を重ねましたけども、僕は日本のこのチームのベースというのはやはりディフェンスの組織だと思うんですね。さあ日本チャンスになる、落として、まあ、中盤前線から中盤までのディフェンスというのはもう本当にいいディフェンスしますしね、早い囲みやりますから、もう高い位置から高い位置から行きますね、はい、まあ、それをラインを越えられた時というのは僕は一つやはり大きな課題として残っていると思いますね。さあまたタイのチャンスだ、中澤戻ってきた、まあ、この辺もやはり、まあ、相手にが助けてくれてるっていう部分もありますよね。もうちょっと早く仕掛けたらきつかったと思いますね。なかなかこの前半は日本が2対0とリードしていますけれども、攻撃面についてお話を伺う時間がなくて、まあ、あの2点取りましたけどね、やはりもらったようなあの得点でしたからね、はい、立ち上がりはですね、はい、日本の不用意なパスミスなどでタイにカウンターのチャンスを作られていましたが、ここに来てタイに再三ゴール前に迫られている。そうですね、これどんなところにそもそもの理由があるんでしょうか。いや、タイも2列目からその後ろの押し上げが非常に早いですし、今までだとまあ、日本タイがこうやってマイボールになった時も後ろから出てこないですよね、人がね、まあ、今日はどん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 出てきてますから、おっと奪われた、宮本が出ている日本ですが、一気に前に出てきますタイ、危ない、ですからタイとしますとホームでのしかも最終戦ということもあって、この前半2点を失いながらアグレッシブな戦い方を続けていると、はい、まあ、ここもディフェンスが囲んで奪いますタイです。まあ、この辺の寄せは非常に日本は早いですよね。まあ、先ほど日本ディフェンスの話の中で加藤さんから指摘もありましたが、この高い位置からのプレスが日本チームの持ち味です。右に明神、さあ中に入れてくるが日本のファールです。元山のファールになりました。これもいいクロス来ましたけどね、元山はちょっとやはり入ってくるの遅かったですね今ね。まあ、よくこの日本チームは中盤の両サイドの選手が右が守備力のある選手、左が攻撃力のある選手という言われ方をしますが、この明神のいざ攻撃に回った時の力というのは加藤さんどう見てらっしゃいますか。まあ、あのサイドをですね、まあ、いわゆるえぐると言ってますけど、そういう力は僕は堺の方があるんじゃないかなと、まあ、明神は非常にボールがですね逆サイドにある時にやっぱり入ってくる、入ってきてゴールを狙うというのは非常に、まあ、いいものを持ってますし、ミドルシュートも持ってますからね、真ん中から絡んでいくというのは明神が非常に匂いを嗅ぐ能力が高いと思いますよ。さあ前半はもう手元の時計では残りの時間はほとんどなくなっています。2対0と日本リード、2得点はいずれも平瀬、21分と24分です。ただ何度かタイにもミドルレンジからシュートを打たれている日本、まあ、南が横飛びになってセービングという場面もありましたが、まあ、後半北島とか石川とかですね、まあ、藤本山口あたり、まあ、こういう選手出場の機会がですね少ないですから、はい、まだ出ていない選手、あるいは
出場時間の短い選手ですね、はい、ロスタイム1分ですが、その中から日本のミドルシュート、ー中村だったでしょうか。そうですね、ロスタイムに入ってすぐ中村の強烈なミドルシュートがありました。ただタイのキーパーのサネーハーはこの雨の中のゲームの鉄則通りにパンチでいきました。ロスタイムは1分ですが、さあ奪ってタイ、小田のディフェンスです。今日はこの戸田が最終ラインの左に入って、中田浩二は稲本と中盤の底でディフェンシブなコンビを組んでいます。さあドリブルで入ってくる、中に入れてシュートが決まった、小島の得点です。前半のロスタイム日本3対0とリードを広げました。平瀬が持ち込んで、しかしこのドリブルもですね、うまくスピードの変化つけましたし、最後のよく見てましたしね、落ち着いてましたね、滑りながら小島、この最終予選初めての得点です。そしてここで前半終了です。前半は3対0、初めての先発出場の小島がロスタイムに入って日本の3点目を入れました。1点目と2点目は平瀬です。さあすでに日本はシドニーオリンピックへの出場を決めていますが、その日本チームのここまでの3試合をハイライトでご覧いただきます。日本がオリンピックに向けて開けなければいけない扉はあと4つ、その最初の関門がこのカザフスタンとのアウェーゲームです。今日は日本からもたくさんのサポーターが詰めかけて、さあシドニーに向けての日本のスタート、繋いでいきます。稲本がこれシュート、はあ、木村さん早速稲本がこれ狙ってきましたね。いいと思いますね。明神です。中田秀俊の、中田前が空いた、中田のシュート、決まりました、日本先制。中田のシュートが決まって日本先制。187センチの中澤はもう上がっていません。ディフェンスラインは中田浩二も上がってきません。まあ、これはね、1点欲しいところですね。稲本のシュートボレー、やりましたね、決まった、2点目日本、セットプレーで日本2点目。中田からのボールですけどね、タイミングが合いましたね。稲本のボレーシュートで日本2点目。ここで試合終了、日本初戦勝ちました。シドニーオリンピックアジア最終予選、日本の初戦アウェーとのカザフスタンのゲーム、2対0、日本が勝ち点3を挙げています。シドニーオリンピックアジア地区最終予選、 C 組日本対タイの一戦を迎えました。これも放り込んできた、放り込んだ、合わせられないボールでした。福田に代えて平瀬を入れてきました。
分解写真を見るようないやでも平瀬 の, その持ち味が後半に入ってからですね全部出してますね。高さ、ドリブル、パス。タイはフォワードのシントーンを入れてきます。シュートが日本1点を失いました。ホームでの初戦、ここで笛が吹かれました。日本勝ちました。最も大切にしたかったもの、勝利。その勝利を今手にしました。日本、カザフスタンのアウェー戦に続いてこのホームでの勝ち、勝ち点3を加えて勝ち点6。勝つか引き分けるかで手に入れることのできるシドニー行きの切符。オリンピックアジア最終予選、日本の3戦目、ホーム最終戦、迎える相手はカザフスタンです。日本シドニーの扉を叩く90分のキックオフです。中村が上げてきた、いいボールが入ってきた、ヘディング、こぼれている、シュートを打ってきた、あっとこぼれた、キーパー出ている、ロリア、ヘディング、シュートは、あっと、捉えることができなかった日本。6番のバルティエフ、そして14番のウラザエフもありますが、バルティエフが入れてくる、ヘディングシュート、あっと日本1点失った。セットプレーからカザフスタンに先制点を奪われた日本。これなんか一瞬の隙を突かれたっていう感じでしたね。カザフスタンに先制点を許して前半を終えました。真ん中埋めるような形で14番の中村俊輔シュート、中村のシュート、中村裏狙ってきて、平瀬いやいいボールでしたけどね。中田上がってきた、中田の攻撃参加、ヘディング平瀬、平瀬のヘディングシュート、やりましたね、同点、日本同点に追いつきました。中田からのボールですね、平瀬同点ゴール。後半の25分、苦しんで苦しんで日本同点に追いつきました。残り5分、中村からいいボールが出てきた、シュートを打ってきた、やりましたね、2点目、日本逆転、シドニーの日本逆転。中村の左足、やりましたね、決まった、3点目、シドニーをほぼ決定づける3点目、中村の左足が決めました。日本勝ちました。ホーム国立のサポーターと一緒にシドニー行きの切符を手にしました。日本アトランタに続いて2大会連続のオリンピック。まさに最終予選シドニーへの道のりをご覧いただいたわけですが、改めてそれを表に置き換えてご覧いただいています。加藤さん、今の VTR にはありませんでしたけれども、日本にとっては日本が戦う前にタイとカザフスタンが引き分けに終わった、はい、これ精神的にですね影響あったんじゃないかと思うんですよね。そうですね、まあ、日本の選手にとってはカザフスタンのアウェーのゲームっていうのがですね一番、まあ、緊張したっていうんですかね、今までにない緊張感味わったと思うんですよね、まああいう中で、まあ、最初に引き分けてくれたっていうことと、それからやはり中田のあの選手点がですね、はいはい、来ましたよね。日本が3戦全勝でシドニーへの切符を手にしているこの C グループですが、それではそのシドニーのオリンピック本大会の概要なんですが、16チームが参加します。アジアからは3チーム、アジアの3チーム、日本の他には韓国とクウェートです。韓国は4大会連続6回目、そしてもつれていた A 組はクウェートが昨日2対1カタールを下して2大会ぶり3回目のオリンピック出場を決めています。
まあ、その他各大陸からはご覧のような数のチームが出場してくることになりますが、そしてその大会ですけれども、まず16チームを4つのグループ、まあ、4チームずつに分けます。そしてその各グループの上位2チームが決勝トーナメントに進出するということになります。まあ、日本は前回のアトランタは加藤さん、ブラジルを破りハンガリーを破りながらも決勝トーナメントに進むことはできませんでした。そうでしたね、まあ、4チームで2勝して出れないというのはですね、非常に本当に厳しい結果でしたけども、まあ、このピッチにいる選手、このシリーズ戦った選手たちは、まあ、その先っていうのを見据えてますからね。さあ、日本の選手たちがラジャマンガル競技場ピッチに戻ってきました。前半は3対0と日本がリード。今日の日本の控えのメンバーですが、ゴールキーパー曽我畑、ディフェンスは山口市川、中盤酒井と藤本、そして福田と初めて招集されました北島が入っています。出場時間の短い選手たちのこの後半の登場ということになってくるんでしょうか。画面ではタイのリザーブのメンバーもご覧いただいていますが、今予備審判席に北島と市川ですね、やはり使いますね。後半のスタートから北島と市川を入れてきます日本です。29が見えましたので、おそらく小島と北島が変わって、そして市川は誰との交代ということになってくるでしょうか。まあ、そのままでしたら明神と市川が変わって、はい、まず画面に紹介されているのが小島と北島との交代です。そしてもうすでに市川もこの選手たちの輪の中に入りました。3対0と大量リードをして、後半のスタートから日本は選手を2人変えてきました。さあ、北島がどんなプレーを見せてくれるか、加藤さん楽しみですね。本当ですね、まあ、初めて招集されて、まあ、意外とですね、まあ、大事な試合というよりはこういう試合で出てこれるというのはですね、まあ、北島にとっても非常にいいこうデビューというんですかね。このところレイソルではずっとワントップ気味、ポストプレーを中心に活躍をしている北島ですが、はい、まあ、ここのところ、まあ、非常に J リーグで揉まれて成長したなという感じがしますからね。2得点の平瀬に対するファウルです。日本のフリーキックのチャンス、後半の立ち上がりです。距離は30メートルを少し超えたぐらいといったところです。雨でボールが滑りやすいコンディションですが、元山と中村俊介、中村が行った。今のはボールの強さからしますと直接狙っていきました中村俊介です。カザフスタン戦では3点目をフリーキックから直接叩き込んでいる中村。あっと、宮本がちょっと足を痛めたでしょうか。大丈夫です。変わって入った市川ですが、やはり右サイドに入っています。中盤いい取り方しましたね。今ボールを奪って日本、そして変わって入った市川です。中に送ってくる。元山を狙っていったボールだったでしょうか。またここでボールを引っ掛ける日本です。先ほど加藤さんから思わずうなり声に近いような声が出ましたが、本当稲本のですね、中盤で のディフェンスはパーフェクトですよね。ここはオフサイドです。代わって入った市川ですが、中田浩二に代わって入っています。そして右サイドにいた明神が中盤の底に入って稲本と組んで、で市川が右のアウトサイドに出ています。戸田のディフェンス、南へ、相手に渡してしまう。
先ほどハーフタイムにお話を伺いませんでした。南の前半はいかがでしたか。そうですね、何回かミドルシュートがありましたけどね、ゴールの枠には飛んできてませんからね。今日の試合は、もう彼を評価する参考にならないゲームですよね。元山、戸田、宮本、タイも前からこう来てますけどね、こうなるとやはり後ろも空いてきますね。さあ北島です。この後半加藤さん、変わって入った選手たちは特にその高ぶる思いみたいなものがあると思うんですが、はい、日本の選手たち特に気をつけなければいけないことはどうなってくるんでしょうか。この試合あと45分ありますけども、こういう中で、タイがあんまり荒いプレーをですね、してこないですからいいですけども、一つ怪我っていうのがですね、僕は気になりますけどね。タイがここで中盤のジャンカムに変えてポーンを入れてきました。左利きのプレイヤーです。そのタイのチャンス、宮本の対応、落ち着いています。宮本、ああいう場面をですね、なるべく減らさないといけませんね。今宮本うまく取りましたけども、これが世界行ったらですね、もっと速さのあるうまい相手、強い相手が来ますからね、今のような1対1になってしまうと、もうそれはやられたも同然という段階ですね。細かくつないでくるタイ、非常にいい宮本ディフェンスのですね、組織作りをしてますし、今回は本当にリーダーとしてですね、このチームを引っ張っていってますからね。キャプテンでもありますし、ディフェンスラインの完全に中心選手です、宮本。このチームにとってやはりもっとワンランク上の相手とですね、やる機会をこの後やはり作らないといけないと思いますね。左から2番はパジャッカターです。中に入れてくる中澤のヘディング、ここに明神です。稲本、中村俊輔、ここはタイがラインを上げてきました。もうはっきり戦術やり方を変えてきてますからね。もう最終ライン、オフサイドトラップをかけてもうしのぐしかないという形でやってきてますから、もう最初からこういうようなですね、多分ゲームプラン、あとこれはオフサイドありません。チャンスになる日本、あっとちょっと足を取られてしまった平瀬。ピーター・ウィズ監督としては前半ゼロでいって、後半こういう形で勝負かけるという、ゲームプランをイメージしてたと思うんですけどね。本当に3失点ですから、ちょっと、さあまたディフェンスラインの前でドリブルで入ってくる。中に入れてくる、かわして後ろからのシュートになった。14番のプッタンです。今の厚みのあるタイの攻撃でしたけれども、日本の守備という点ではどうだったでしょうか。いや、今はみんなボールに対して最後寄せも行ってますしね、そう危ないなっていう感じの場面ではありませんね。これは先ほどのオフサイドならなかったところですね。2週間前になりますが、タイがカザフスタンを迎えて行ったゲーム、あの時今のような形でですね、面白いように後半カザフスタンが得点を重ねていきましたよね。あの時もやはり、カザフスタンのミドルシュートに、その失点がですね、彼らのゲームプランを狂わしましたけども、やろうとしていることは、タイのこの世代がやろうとしていることはですね、間違いではないんじゃないかなと思うんですけどね。ゴール前、
い、細かくつないでくるタイです。中澤のディフェンス、明神、中村俊輔、もう21番のウォンブッディはマークにはついてません。その中村に対するファウル、もう今もはっきり中村俊輔からボールが出たらオフサイドっていうラインをもう引いてますからね、まあ、日本にとってはやはり独走キーパーと1対1になる場面が、まあ、後半結構出てくると思いますね。3対0と日本としますとリードをして、はい、セーフティーリードと言ってもいいと思うんですが、はい、タイがそういうやり方をしてきている、この45分の日本の考え方としてはどうなんでしょうか。やはり最後本当に、まあ、力の差をですね見せつけたい、まあ、得点もあと1点か2点入れて、本山、さあ本山コーナーキックになります、まあ、その上でゼロで終わりたいという気持ちはあるでしょうね。このところ1点ずつ失点のあった日本です。さあ後半最初の日本、本山のコーナーキック、近いサイドにショートコーナーできました。稲本がいますが、中村俊輔、一番遠いところに中澤だ、その中澤だ、ここは宮本のいい出足です、これはいいインターセプトでしたね、この最終予選を通じて加藤さん、宮本中心にやってきたフラット3のディフェンス、はい、この完成度どう評価されますか。まあ、どこと比較するかっていう部分があると思うんですよね、まあ、フラット3に本当にこう圧力がかかるような攻撃力を持った、まあ、カザフスタンは多少ですねそういう部分ありましたけども、ほとんどがフラットですね。市川に対するファールです。イエローカードが出ました。まあ、相手としてはですねやはり日本のそのディフェンスラインに圧力をかけ続けるという力ではなかったですからね、まあ、世界を標準にすれば、まあ、この評価というのは、まあ、これからですよね。さあ中村俊輔からのフリーキック、直接キーパーの前だ、あっと稲本が最後行きましたがゴールキックに変わります。まあ、この辺も中村俊輔ゴールキーパーめがけて蹴ってましてね、まあ、これコパアメリカでメキシコなんかがもうこういうやり方やってましたし、キーパーめがけて速いボール蹴ってその前に選手が入ってくる、まあ、日本のコーナーキックになります、はい、向こうからは中村俊輔、ニアに選手が集まってますが、もう一度コーナーです。一番近いところの稲本を狙ってきました。稲本に合わせてきた中村俊輔です。一番遠いところに北島が見えました。明神のシュートだーと決まった。再三トルシエ監督が練習を繰り返していたこのセットプレーの形。いやーこれは本当相手がですねみんなニアサイドを固めてましたし、まあ、一つこう違う狙いをやるだろうと思ってましたけども、本当にものの見事に決まりましたね、今の選手たちの表情を見ていますと4点目を取ったということよりもあの形から取れたという、はいはい、これは何回も練習してたコーナーキックのパターンですしね、しかしこれシュートはですね本当に難しい体勢でしたけどね、これ逆サイドに、まあ、後ろ目に空いた選手、まあ、そんなに強く振ってませんけど、いいコース飛びましたね。ここであっとレッドカードが出ます、まあ、日本に対するファールがあって25番のパンピーレッドカード、
まあ、ちょっと心配してたことが、まあ、タイの選手この、まあ、監督はイングランドの監督なんで、まあ、フェアにっていうことを多分徹底してると思うんですけど、ここで稲本に対するファールです、こういうですね、まあ、荒いプレーが出てくる時があるんですよね、まあ、今のはひねったりそういうような後ろから来られたあれじゃありませんから、ある程度稲本も予測してですね、してますから、少しかわしたような感じになってますね、それにしてもこういうプレーがですね、やはり、まあ、今日の試合立ち上がりからラフに来なきゃいいなと思ってましたけども、まあ、どうしてもこう、日本の選手にとってやはりこういうとこで変な怪我をですねして日本に戻ってきたくないですよね。そうですね、4点目を失って切れてしまったんでしょうか、リベロのパンピーレッドカイドカードで退場、タイは10人になります。ただ逆に言いますと日本にとってもカードをもらうことは避けたいですね。まあ、そうですね、まあ、今日はそれほど無理しなくてもですね、まあ、この辺あここもアウト、今こうすれ違いざまに肘が入ったでしょうか。いやちょっと顔を踏んでいったんですよね、ちょっとはっきり見えませんでしたが、イエローカードが出ました。いや この本山に対するこのプレーそのものではなかったと思います、これももう立ち足に行ってますからね、最初の、最初のタックルですね、危なかったです。そしてこの後ですね、こう膝ですね、膝で胸のあたりを蹴ったような格好になりました。まあ、膝で顔に顔面に当たったよりもその前のですね、立ち足にラフに来たそういうタックルがこれから出てきますから、本当に気をつけた方がいいですよね。日本の選手は要注意です、タイのラフプレー。シュートに来る、まあ、日本は一次予選で小野が怪我をしてしまって、はい、ようやくこのところピッチに戻ってきましたが、ここ稲本のディフェンスです。素晴らしいカバーですね、稲本明神のこの後半の2人のディフェンシブハーフになっています。もう日本はあとはもう1人があまり無理しないですね、ボールを走らすというサッカーをやった方がいいですね。4対0とリード、しかも相手は1人少ない状況です。1人少なくなってタイのディフェンスは5バックから4バックのような格好になっています。今その4人がゴール前1列に並んでいるタイ、一方の日本は加藤さん、代わって入った北島ですけれども、はい、一度二度ゴールに向かっていくプレーはありましたが、そうですね、まだ彼にボールが来る機会が少ないですから、まあ、それと前半やってない選手はもうちょっと汗がですね、やはり出てないんで立ち上がり苦しいと思うんですよね。まあ、かえって前半やりきった選手の方が一汗かいてますから、さあタイのチャンスだ、キャプテンマークのトスク、さあトスクどうする、ミドルシュートに来たがダメ、ラジャマンガラ競技場が沸きましたが、クロスバーの遥かに上です。今のは中澤と宮本の対応としてはどうなんでしょうか。これ宮本ではなく戸田ですね、中にいるのは、まあ、最初中澤が応対してましたけど、ちょっとやはり開けすぎですよね、あそこを打つときにはやはり足が、まあ、足元に
立ち足のところに行ってボールをブロックするぐらいじゃないと、中澤、戸田、今日は前半から中澤、宮本、戸田の日本の3バックです。中村俊輔、いいですね、完全にフリーになってスペースがあります。市川、中に低いボールを入れてくる。この辺りは受ける側の今平瀬と北島のコンビネーションというのはどうなんでしょうか。まあ、あの辺はですね、市川がああいう浅い位置から入れてくる場合と彼が勝負してっていう部分と両方考えたと思いますけど、今そのままですね、まあ、いわゆる前目にプラスのボールって言ってますけどね、そういうの入れましたから、そういう意味で少しこう彼らも動き出しがですね遅かったですけどね。この最終予選は平瀬が得点を重ねている日本ですが、柳沢選手がチームから途中から離れて、はい、そして福田選手が起用されたこともありましたが、このフォワードというのもですね、なかなかこの今の日本このチームにとってはメンバーが固定しきれない、まあ、誰が入ってもですね、まあ、その他に高原もいますし、はいはい、まあ、それなり の特徴を持ってますから、まあ、そういう中で今回の最終予選、まあ、平瀬がですね、やはり一番、まあ、彼の持ち味をもう出している。これもさあまたタイのチャンスだ。ここはよく戻りました稲本です。今日は稲本の中盤の守備よく効いてます。そして中村俊輔から平瀬、今日2得点の平瀬です。1点目と2点目。さあ市川のシュートに来た。遠くからゴール前に北島が入ってきましたが、短くつないで市川に打たせました平瀬。10人のタイがメンバーの交代がありそうです。まあ、タイは稲本4-4-1っていう形を作ってるんじゃないですかね。さあ戸田が中に入ってくる。そして左に回して、あっとまだ戸田だ。さあどうする戸田。最後はゴール前に送ってこようとしましたが、今日はフラット3の左に入っている戸田がドリブルで持ち上がっての攻撃参加。ここでタイが23番のスクソムキットが入ります。国立での日本戦は先発フル出場をしたスクソムキット。17番のフアンプラコープに変えてです。画面ではジャンイムとご紹介しましたが、日本のチャンスになります。代わって入ったのは23番のスクソムキットです。フォワードのスクソムキットが入ったタイですが、先ほどはこのピーター・ウィズ監督、指でジェスチャーを交えながら指示を送っていました。はい、4本の指の前に1人、右手でやってましたから、まあ、1人前に置いて中盤4人並べということですよね。また変化をつけてきた日本、ミドルシュートに来た。決まった。市川ですね。市川のミドルシュート決まりました。後半はコーナーキックから変化をつけて2得点日本、5対0。一方的になってきました。後半から出場の市川がミドルシュート一人かわして逆サイドのサイドネットへ、少しアウトサイドにかけたシュート、気持ちよく決まりました市川です。これは最初のタッチでかわしたのも素晴らしいですけども、このシュートも本当に早い振りで素晴らしいコースに来ましたね。
後半の22分、日本が5対0としました。まあ、今あの石川が点取った時ですね、戸田があの石川を抱えてましたけども、まあ、同じ清水の2人です。エスパルス、まあ、彼らもなかなか出場の機会っていうのはありませんでしたからね、はいはい、タイは代わって入ったスクソムキットは前線ワントップのような形になっています。ここです。さあ、これはぐらいチャンスになるタイ、日本ピンチ、まだタイです。もう一度タイ、あ、ここはファールありません、日本ボールです。しかし危なかった日本です。北島を走らせる、いや、加藤さん、日本のディフェンスはヒヤッとしましたね。最初にまあ、外側にゴールキーパーをかわすときにですね、逃げてくれたから助かりましたね。オフサイドトラップをかけた日本ですが、肝を冷やしました。逆サイドの市川へ、そして低いクロスを入れてくる。日本は藤本がウォーミングアップを始めて、まもなく交代もありそうです。加藤さん、藤本が入ってくるとなると、あーと、またタイムチャンスになる。代わって入ったスクソムキット、中にトンスック、キャプテンマーク待ってます。ここは宮本の対応です。日本、今マークスローダウンさせましたね。さあ、藤本が入るとなると、加藤さん、日本は中村ということになるんでしょうか。そうですね、まもなく後半25分になるのです。いいですね、さあ、チャンスになる。中では平瀬と北島待ってますが、あっと、シュートは打ち切れない。北島、決定的なチャンスでしたがものにできません。北島、浅いディフェンスラインの裏に抜けた日本のビッグチャンスでした。ここで日本は3人目の選手交代です。藤本が入ります。初得点という場面でしたけどね、初めて選ばれて、初めて出場して初めての得点というチャンスでしたが、北島、まあ、こんなチャンスはなかったですけどね。崩した中からは初めてと言っていいでしょうかね、今日も、まあ、市川がうまく抜けてましたけど、その前に中澤いいボール出しましたね。日本は本山に変えて藤本が入ります。これまで中澤選手はその攻撃に入った時のフィードのことを再三言われましたが、今はいいボール出しましたよ。さあ、変わって入った藤本ですが、そのまま本山のいたポジションに入っているんでしょうか。いや、中村が開いてるんじゃないですかね。あ、違いますね、左にそのまま入ってますね。ここにそのまま藤本が左サイドに入っています。はい、なお中盤の底の稲本と明神ですけれども、稲本が後半開始当初は右に行って明神が左にいましたが、途中からは稲本が左、そして明神が右という位置に変わっています。日本が3人目の選手交代をしました。ここは日本のファールです。変わって入った3人目、変わって入った藤本のファール。加藤さん、このトルシエ監督が、はい、3人目の選手交代を後半の半ばぐらいまでの段階で行ってくる、はい、このことについては加藤さん、どう評価していますか。
まあ、この辺はですね、やはりあのバックアップの選手に経験積ますってことをこういう試合でやらないとなかなかあの競った試合っていうのは難しいですから、まあ、そういう意味ではあの、まあ、早く変えて、まあ、できるだけ長い時間ですねプレーさせたいっていう、うん、まあ、そういうタイミングはもちろんありますけどもね、あの、まあ、この試合もやはり勝ちがもう、藤本入ってくる、ここはホイッスルはありません。いや、これは吹いてもいい場面ですけどね。まあ、これだけあの、まあ、余裕のある予選っていうんですかね、ですからある意味じゃこうなんていうんですか、采配も余裕を持って できますよね、選手交代もね。あ、ここはフラグが上がってます。日本、北島のファウルです。先ほど決定的なチャンスを逃した北島。5対0と日本リード。前半の3点は平瀬、小島、後半はいずれもコーナーキックからの得点で明神と市川です。まあ、このチームがですね、まあ、苦戦した相手といったらオーストラリアのアンダー22、はいはい、まあ、彼ら非常にフィジカルも強いですしね、あの、まあ、トレーニングマッチですけども、今年の5月に行われました、はいはい。まあ、それ以外はほとんどはやはり自分たちがボールを支配してですね、主導権握った中でもサッカーやる、1次予選も2次予選もそうでしたから、まあ、そういう意味ではやはり、まあ、これからですね、相手に支配されるような力の、あのボールをですね、支配されるような力の相手と、まあ、何回かトレーニングマッチを組まないと、まあ、本大会というのはやっぱり厳しいと思いますね。まあ、先日来年の日本の代表チームのスケジュールが発表になりましたけれども、まあ、年明け早々には21歳以下のチームでアベランジャカップに出場して、ウルグアイ、ポルトガル、ブラジルというところの対戦があります。はい。まあ、時期的にですね、本来ならば選手がシーズン終わって休む、まあ、そういう時に続けてまた試合がありますからね。まあ、本大会までちょっと時間がありますから、オーバーワークって言いますかね、ちょっとやはり休む期間っていうのもどっかで考えてやらないと、まあ、怪我が怖いですよね、小野伸二、金子誠司、まあ、あの辺もですね、やはりずっと試合が続いた中で休む期間がなくて怪我しましたから、まあ、みんなこういう試合があればやはり日の丸つけてやりたいですから、まあ、休まないと、しかしやはり若い体でもどっかにやっぱり落とし穴があるって言いますかね、歪みができてきますよね。中村から地元へ、さあ藤本が一人かわして、まだ行くが、まあ、このポジションやるのは初めてでしょうからね。この先ほどまでいた本山とのプレーの質の違いというんでしょうか、どういうことになってくるでしょうか。まあ、あの藤本はやはりあのドリブルで相手をこう数的優位を崩していけるという意味では本山と共通してますけども、やはり本山はですね、ワールドユースからあそこのポジションでですね、経験がありますし、まあ、みんなもやはり本山のスタイルっていうのをこう理解してますから、いいボールの回り方して勝負できるところ。あ、チャンスになります。オフサイドライン、あ、コントロールを失った。また決定的な形でしたが、日本北島にビッグチャンスがまた巡ってきましたが、その北島倒れています。ゴールキーパーのサネーハと交錯したでしょうか。この中村からのラストパス、これも、まあ、コントロールがですね、決まっていれば
しかしこういうボールは本当中村俊輔、素晴らしいボール出しますね。あの中田の強い低いボールとは違って少しふわっとしたような感じで、はい、ディフェンスラインの裏を取ってくる中村俊輔ですが、これで北島が2つ決定的なチャンスをものにできずに、ね、これ北島はこれ取りたいという気持ちは相当強いでしょうね。まあ、なんとか取らせてあげたいですけどね。今度は平瀬だ、逃して、ポストの左、浮き球にアウトサイドで合わせていった平瀬ですが、3点目はなりませんでした平瀬。しかしこの辺あの平瀬は速さありますね。加藤さん、この平瀬のですね、はい、去年までと比べての成長ぶり、はい、相当なものがあると思うんですが。そうですね、まあ、去年というよりもですね、やはりこの最終予選の前にあの リーグでもですね、非常にあの安定したプレーし始めたと、でここに入ってきて僕はやはり中田が後ろから行きました。このカードまた出ましたかね。14番のプッタンです。先ほどイエローカードを1枚受けていますが、ここは黄色はなく一発レッドで退場です。まあ、本当にこういうので怪我しなくて よかったですよね。この後この藤本、しかし今もう本当にこれは悪質なファールですよね。まあ、こういうのは本当にゲームの立ち上がりからですね、出なくて本当に良かったと思いますし、まあ、これからも まだ残り時間あと10分少々あります。本当に大事な選手をですね、本当に怪我で帰ってくるということがないように、まあ、気をつけてプレーしないといけませんね。はい、そのためには加藤さんから先ほど指摘もありましたけれども、ボールを余裕を持って早く回して、まあ、今の場ところはあの戦わなきゃいけないところですからね。後ろからああいう蹴られ方したらどうしようもありませんね。タイは9人になりました。フィールドプレーヤーは8人です。まあ、もう今みたいにもう寄せていった時も無理しないでですね、前向いてボールあの持ったら仕掛けていけばいいですけど、はいはい、やはり後ろっていうのを感じてないといけませんね。ここはオフサイドを取ったようです。宮本、明神は先発では前半は右のアウトサイド、後半から中盤の底に入っています。タイは10番のコンケイをフォワードの選手が準備しています。地元、あった、ここでタイは根慶王がどうやら入りそうです。日本は後半の初めから北島と市川を入れてきました。そして後半の途中から藤本を入れています。今日の日本は先発メンバーも何人か入れ替えてきましたし、後半からあまり出場の機会のなかった3人の選手を入れています。ダイレクトできた、素晴らしい、ゴールだ。平瀬のシュートはキーパー正面だった。今素晴らしいと加藤さんがおっしゃったのはその中村のラストパス、いや、ああいうボールを出せる選手っていうのはもう、あれ世界でも そんなにいないですよね。時間も空間もない中から決定的なラストパスを送りました中村俊輔です。差はですね、
あそこワンタッチでですね、狭いコース、タイミングもうバッチリでしたからね。ただ平瀬にはああいうところもきっちり決めておいてほしいなという気持ちもありますが、まあ、平瀬の先ほどの話ですけど、僕はやはり中田が日本チャンスだ いてですね、これさあシュートを打ってきたがディフェンスに当たってます。まあ、かなりこう中田のに刺激されたんじゃないかなと、まあ、彼にこう気持ちの持ち方から含めてですね、タイはパラに代えて10番のコンケイオが入っています。ホームでこのままではなんとか1点をというタイですが、日本のコーナーキックのチャンス、後半はこのコーナーから2得点追う明神、ゴールキックです。明神は前の試合でもそうでしたが、右のアウトサイド、そして本職のディフェンシブハーフ、はい、まあ、遠藤もいますしね、まあ、中田浩二もできますし、まあ、ちなみに遠藤は右膝の裏を痛めてタイに来てからは別メニューのことが多くて、今日は登録のメンバー18人から外れています。中村、決定的なスルーパスを2つ3つ通していますが、5対0と日本リード。すでにシドニー行きを決めている日本、アジア地区最終予選 C 組の最終戦です。アジアからは日本の他には韓国とクウェートがシドニーオリンピック出場を決めています。中澤から宮本、戸田、藤本、さあ戸田がオーバーラップをかけてきた、ニアサイドに、ニアに入ってきたのは北島だったでしょうか。日本のコーナーキックになります。まもなく後半40分です。このコーナーから日本は後半2得点。またショートコーナーできた。中村がカーブをかけてくる。いや本当に素晴らしいボール蹴りますね。ワンツーできた石川、折り返して、あっとちょっと合わなかった。平瀬とわずかにタイミングが合いませんでした。今日は中村が再三決定的な仕事をしていますが、加藤さん、中田英寿もいますし、小野も帰ってきますし、はい、そうが熱いですね。フォワードは柳沢もね、早く復活してほしいなと思いますけどね。あとはディフェンスは僕はユースも棒に振った金子誠司、はいはい、まあ、東福岡のからアントラーズ行った選手、まあ、彼なんかも日本のリーダーになれる選手だと思いますけどね。最近ようやく金子もゲームを始められるようになったという情報ですが、はい、まあ、間違いなくこの代表クラス入ってくると思いますよ。中澤からのボールでしたが、まあ、中村俊輔がこの試合こうフリーでやれてますけどね、特に後半ですね、はい、まあ、中田みたいにですね、マンマークで張り付かれるというケースも出てくるでしょうから、そういう時のやはり強さっていうのをですね、今から少しずつこう特に肉体的な強さっていうのをですね、さらに作っていく。おっとチャンスになります。藤本、さあ藤本ディフェンスに当たっている。そのディフェンダーがタイですが倒れてます。
16番のムニン・ノッパマーです。何か棚からボタン持ちのような形でチャンスが転がり込んできて、これまあ中に入って打ちましたけどね、そのまま縦抜けても最初からもうシュート出ましたけども、まあ藤本も決めたいでしょうね、この日の丸のユニフォームを着ての、はい、まあ、こういう試合はまあ滅多に代表の試合でですね滅多にないでしょうから、これで8人ですか、まあ、2人すでに退場していて、今ムニン・ノッパマーが出ました。タイはもうすでに3人の選手が交代しています。これでゴールキーパーも含めて現在8人という状況になりましたタイです。奪って日本、明神、中村、中村からスペースに出る、キーパー出ます。おっとキーパーの軽率のプレーからチャンスを得た日本、折り返して、あっと平瀬からの折り返し、わずかに北島に合いませんでした、ね、そうでしたね、本当絶好の、 得点チャンスでしたけどね、この辺も中村が奪いました、はい、これはさあチャンスになる、飛び込んでくる、遅かった、今のはちょっと北島からすると市川のボール出すタイミング見失いましたか。いやこれですね、もうちょっとディフェンスの1回外に開きましたけどね、あのまま速いボール入ってくるっていう予測はちょっと足りなかったですね。ミドルシュートに来た、後半終了間際日本6点目、徳島の不審の藤本から阿波踊りが出ました。22歳以下の日本代表での初めての得点になります藤本。まあ、あの辺はですね、そのままボールをゴール前に入れるよりは、ショートでやった方が相手人数少ないですからね、それにも相手対応できなかったけども、しかしこのシュートも、まあ、これはある分キーパーにおまけっていう感じでしたね、今頭の上でしたね、ゴールキーパー完全なミスでしたけども、まあ、本人としてはやはりもう代表の初ゴールということですかね、良かったですね。まあ、日頃 J リーグのゲームでもこのゴールへの意欲姿勢というものを強く見せている藤本ですが、日本の6点目です。ロスタイムは4分という表示がありました。そのうちの1分が経過、なおタイの先ほどピッチから出ていたディフェンダーのムニン・ノッパマーはすでに戻っています。シドニーオリンピックアジア最終予選 C 組、その最終戦、日本がタイとのアウェーの一戦、6対0と一方的な展開で後半ロスタイムに入っています。戸田、中村、平瀬、今日2得点の平瀬、戸田はこの位置でのプレーです。そして今得点を挙げた藤本、さあチャンスになるカーブをかけていくヘディングシュート、ポストの右、北島のヘディングシュート、これが3つ目のビッグチャンスでした北島、4つ目でしょうかね。そうですね、 Not his day ってやつですね、今日は彼の日ではありませんと。さあまた日本のチャンスだ、
浮かせていったが、足がつりましたか平瀬。つってますね。あ、ちょっとイレギュラーしましたけどね。ただ今日も日本にとっては貴重な1点目と2点目を入れている平瀬です。4分のロスタイムもまもなく3分が経過。この試合は日本はここまで無失点できています。今日は中澤、宮本、戸田という3人のディフェンスライン。ゴールキーパーは久しぶりに南です。何人か選手を変えて臨んできましたトルシエ監督。後半からは北島、そして市川、藤本というところも入れてきています。その中では従って北島だけがまだ変わって入った選手の中では得点がないということになります。戸田、今日も上々のプレーを見せました戸田。まあ、なんとかホイッスルが なる前に北島、これはまたとない機会ですからね、入れてほしいですけどね。藤本へ、北島がゴール前に入ってくる。さあ、ロスタイムの4分49分を手元の時計は回りました。今ハミードさんが時計に一旦視線を落としました。ここで試合終了です。日本最終戦、非常にいい結果、大量得点、そして無失点で最終戦を終えました。6対0タイに乗り込んでの最終戦、日本はこれで最終予選4戦全勝ということになりました。いや、加藤さん、ラッキーな形で前半に得点を重ねて、はい、後半はもう一方的でしたね。そうですね、まあ、タイがリミジャンも自滅した部分もありますけども、日本のその戦い方のベースがですね、やはり非常に安定してましたし、まあ、後半に入れば、まあ、このチーム持たないだろうなっていうところありましたけどね、まあ、これが非常にラッキーな形で流れてきてですね、まあ、しかしこれシュートは抑えた素晴らしいシュートですね、はい、しかもサイドネット、はい、平瀬の前半21分の先制ゴールの場面。さあ、加藤さん、これで日本はおよそ1年後のシドニーに臨むことになりますけれども、今後の日本に期待すること、はい、一言お願いできますか。そうですね、やはりもっとタフな相手が出てきますんでね、まあ、みんないい意味での競争がありますから、こういう中からさらにステップアップして、ぜひですね、予選リーグ本大会で突破してほしいですね、はい、今日の解説は加藤久志さんでした。加藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最終戦、日本がタイを6対0と出しました。